はいどうも、サツキショータコマケのミストです。はい、本日はですね、ジオジにいろいろ更新がございましたので、そちらにねついて解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはこちらの狙い撃ちガチャ、サイキッカー高校のガチャが来ておりますよということでね、まあこちらについてお話ししていきたいんですが、まあ早速ね結論から言ってしまいますと、こちらのねサイキッカー高校の狙い撃ちガチャは絶対に引かないでくださいということでね、まあこの系統のガチャは非常に危険なガチャとなっておりますので、全然スルーでいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、まあシンプルにパーソン50個で回せて、泉やここね時と物資の中からランダムで1枚確定という形になっておりますので、今皆さんが欲しいね時とだったりね、まあ泉やちゃんが確実にゲットできるわけではございませんので、はい、まあここは無難にスルーが安定かなというふうに思っております。まあ選択ガチャ券とか PSR がいただけるよという形だったらね、まあ、回してもよかったなというふうには思うんですけども、ランダムなんでね、はい、もう私は物しげが出る気しかしません。はい、なのでここはね、まあ、スルーしておきましょう。うん、まあ出現率アップがかかってるのはね、まあ非常にいいんですけども、うん、非常に高いですね、 36.16%。 はい、なんですが、まあ除雪キャラっていうのもありますし、うん、もっと言ってしまえば、こちらね今皆さん必死に育ててると思うんですけども、はい、もうすぐですねこの、パワープロ V2023 サクセス応援選択ガチャ券も、収穫がねできますよということで、ここからサイキッカー高校のキャラね、はい、選ぶこともできますので、はい、まあ、ここでね、まあ、無難に時ととか、まあ、泉は取ってあげればね、まあ、解決するんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ、このガチャは、絶対にスルーしてください。はい。で、今回のね、まあ、ある意味メインのお話になってくるんですが、はい、予告ゲームバランス調整来ております。はい、そこでなんと、シュバリエとタダスちゃんですねの調整が来ておりますよということで、まあもうこれはもう逃走強化フラグがビンビンに立っていると言っても過言ではございません。はい、まずシュバリエから見ていくんですけども、経験点が増えて、で SR 以上の金徳が投手なら湯もかかんと、怪物系のコツ、キャッチャーなら休暇頭脳とヒートアップ、キャッチャー以外に足だったら挑発のコツとヒートアップが、これ確定でいただけるようになったのかな。はい、失敗してもいただけるよという形になっております。あと成功すればレベル2でいただけますよということでね、まあ、ちょっと若干強化が入っておりますよと。でタダスちゃんなんですけども、経験、あ、評価が増加するよう変更されます。へーと、経験点が増えて、でエピローグイベントについて、逃走以外でも、必殺火消し人投手ならねいただけて、いらっしゃったら迷宮止水がもらえますよという感じになっております。はい、まあ今までだとね逃走限定だったんですけども、まあここがね逃走以外からでもいただけるようになりましたよという形ですね。はい、まあでも、うーん、あの当時の環境を考えるとね、シュバリとタダスちゃんはまあ使ってなかったので、言ってしまえばね、うん、まあ、この強化はどうなのかな、別バージョンフラグなのかなっていうふうに捉えることもできますね。うん、当時はね、あれなんですよ。別バーのレンちゃんですね、を主に彼女キャラとして使っておりましたので、ちょっとタダスちゃんのね、出番が、うん、まあ、途中なくなったといった感じになってましたね。はい、ここがどうなるかっていう感じですね。うん、まあ、このバランス調整ね、別バーが出てしまったらそんなに、うん、まあ、言ってしまうよね。経験っていうのは増加のとことか、ね、まあ、評価が増加するところしかね、まあ、意味がないという形になってしまうんですけども、うん、まあ、これどうなんだろうな。なんかシュバリエとタダスちゃんの別バージョンって考えづらいですよね。うん、まあ、そこはちょっと難しいかな。まあ高校強化ってなると既存のキャラ1体ともう1キャラはもう完全な新キャラが来るっていうイメージなんですよね。うん、まあシラス強化を例に出すと、カンパチがまあ別バーとして出て、でまあイルカちゃんが新規の、高校強化キャラと、うん、高校こういうキャラ扱いの強化キャラとしてね来たという例がありますので、まあ、それ考えるとね、まあ私の予想だとマチちゃんが別バージョンとして出て、でもう一枠完全新キャラとして誰かが来るんじゃないかなというふうに予想しております。はい、まあこの高校強化
かが、早くてダイヤのエースコラボ明け、この4月24日から来るかもしれないというふうに考えると、もう来週ですよね。はい、ちょっと楽しみですね。ついに天命の環境が終わる時が来たというふうに考えるとね、はい、まあワクワクするんですけども、こんな早かったっけ野手の高校強化。去年ちょっと覚えてないんですけど、去年もこんなタイミングだったっけなっていうふうに感じるんですけど、去年ってアスレティス強化でしたっけ。5月のイメージあったんですけどね。はい。4月にもう来ちゃうフラグ立ってますね。はい。というところで、まあ、闘争強化はね、ちょっと非常に楽しみに待ちたいかなというふうに思ってます。一応、シュバリエとかね、タダスちゃんはミキサーせずに持っておいた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。まあ、マチちゃんだと思うけどね、さすがに。エイプリルフールでね、ポーカーしてましたよね。っていうこともありますので、まあマチちゃん本命じゃないかな、さすがに。じゃないとね、ちょっと困ってしまうっていうね、個人的な事情もございます。マチちゃんはね、結構ね、はい、こんな感じで貯めてますので、はい、まあ PSR も50なんでね、はい、覚醒とともに、うん、引き継げたらいいかなというふうに思ってます。で、闘争の、まあ、軽いねシステムのお話もしていきたいと思うんですけども、これね、二刀流キャラの場合、投手の練習が野手の練習に変換されます。はい。まあ、マチちゃんを例に出すと、これ、コントロール練習が打撃練習に変換されるんですよね。はい。ということで、走塁コントロールのキャラは打撃走塁キャラ扱いとなりますので、非常に使いやすいというふうに思っております。はい。同じ系統のキャラで言うと、まあ、前在もそうですね。前在もそうですし、当時盛り上がったのが、いるかな、あれ、あ、いたいたいた、義勇さんとかね。義勇さんも結構ね、活躍してくれましたね。で、高校金徳でね、安打製造機も取れますので、はい、ここの枠を誰使っていくかっていうのも大事ですね。新安打製造機できますからね。はい。で、最近のキャラで言うと、物茂がね、安打製造機持ってるんで、物茂って得意練習なんだったっけ、あ、打撃変化か。変化が肩練習だったっけ、肩か筋力なんですよね、変換されるのが。うん、なんで、まあ、ワンチャン使えるかもしんないですね。アンダー製造機プラス一発逆転。あ、でもこれ、マチちゃんと被ってんな。ちょっとそういうね。はい。投手の得意練習が変換されるということで、まあ、二刀流キャラも、全然使っていきますよというところはね、覚えておいてください。はい。まあ既存通り2種連キャラも強いんですけども、二刀流キャラの方がまあタック馬率とかもね、2種連キャラと比べると上がってますので、まあまた二刀流優遇環境が来るんじゃないかなというふうに予想しております。はい。なんでね、どうだろう、倉持が一応だから闘争だと打撃走塁扱いになるんですよね。ただ、どうなんだろうな。あ、ちげえわ。倉持全然違うわ。スタミナだからあれだわ。走塁走塁になるのか。あ、全然あれだわ。関係ないっすね。はい。手が入ったら、この大英ガチャは全然スルーでいいんじゃないかなというふうに思っております。はい。すいません。ちょっと勘違いしました。打撃走塁みたいな感じに倉持になると思ってたんですけどね。はい。まあ、大英ガチャはスルーでいいんじゃないかな。またちょっと、終了間近になったらね、解説動画出したいと思うんですけども。はい。まあ、そんな感じでね、皆さん、闘争強化が来ると思いますので、そこを全力で待ちましょうという感じで今回の動画終わりたいと思います。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。では失礼します。See you.